どうも、トイです。まあ、やっぱりですね、刀。まあ、ほら、男のロマンですよね。まあ、実際ね、ワンピースというのもね、このロマンを求めるね、まあ、男たちの物語なわけなんですけども、まあ、やっぱりね、1121話どうしても気になったのはね、こちらでしょう。はい、刀、ロマン。詰まっているワンピース争奪戦の参加者の中に描かれている激アツ見開きの中にいた謎の人物なわけなんですよ。で、まあワンピースを手に入れた者にということで出てきたわけなんですけども、まあ神木さんとかはね、これシャンクスの兄弟ちゃうんかとか言ってましたし、まあ僕はね、ヒグマって言ってるんですけども、まあここでね、まあ書かれてる刀にね、やっぱ注目してほしいんですよね。まあこれ影が誰かっていうのはわかんないんですけど、刀が何かっていうのもある程度予測がつくんですよね。まあ実際、ロジャーの愛刀、エースっぽい形もしてますし、シャンクスが持っている刀にも似ているよなっていう感じがするんですよね。まあそういったことから、まあやっぱり今、刀の注目度っていうのがメキ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 上がっております。まあなんで、まあこういった企画を今日やろうと思っております。ワンピース刀まとめ2024!はい、まあ、というわけでですね、ワンピースの世界には本当にたくさんの刀が存在しているわけなんですけども、その中にはですね、階級がございまして、まず刀の階級、等級を表すランクは異列と呼ばれております。最上大技者が一番上のランクで、大技者、両技者、技者と階級が下がっていきますと。そして、どこにも属さない刀は異列なしとなるんですけど、まあ、世の中のほとんどの刀は異列らしいです。というのも、最上大技者は12個、だから12本しかないんですよね。で、大技者は21個、両技者は50個となっております。でまあ、このイレスというのがどういう基準かははっきり分かってないんで、もしかしたらね、まあ、物語の最後になったらね、最上大技者30個、大技者10個、両技者40個みたいな感じでね、まあ、数が変動してもおかしくないんじゃないのかなっていうところはあるんですよね。で、まあ、実際ワノ国編でも刀鍛冶でもある光月すき焼きが閻魔が黒刀になることでイレスが上がる可能性を示唆していて、イレスの本数が変動するっていうのはね、結構ありえるんですよね。まあ、だからもしかしたらイレスなしからイレスありになるかもしれないんですよね。じゃあこの現代の中で12個、21個、50個、それぞれどういうのが分かっているのかっていう話からしていきたいわけなんですけども。まず最上大技者、もう最強の刀12本というわけなんですけど、今12本中5本は分かっているんですよね。で、まあ1個目はね、もうずっとね、もう言ってる黒刀夜ですよね。世界最強の剣士ミホークが持っている刀です。で、まあ現在作中で2本のみ出ている黒刀のうちの1本ということなんですよね。で、まあ初登場時はクリークの大きな戦艦をぶった切る衝撃的な登場でした。映画スタンピードでは、まあ、フジトラが落とした隕石の、まあ、ゾロが切れなかった部分をパパパパパパって切ってくれたっていうこともあり、まあ、やっぱりね、強い剣士やし強い刀やなっていうイメージがあります。で、まあ、SBS で読者とのやり取りで生まれたヨロトのミホークが首から下げている小刀のこの擬人化イラストが、まあ、こちらなんですよね。はい、こういう感じです。まあ、ここでね、あの小刀がね、まあ、ロリって書いているんでね、まあ、もしかしたらミホーク実はロリなんじゃないかみたいな可能性がちょっとあるかもしれないですけど。でね、またゾロの回想でゾロの持つ和道一文字の擬人化イラストが刀を作った下月光三郎にそっくりやったことから、まあ、刀を食った人物と刀の擬人化が似るっていうことを考えると、もしかしたら夜を売ったのは、まあ、この女の人っぽい感じの人なのかもしれないなってことは全然ありますね。はい、まあ、ということでね、まあ、こういった擬人化イラストも覚えておくと、また後からワンピースがね、まあ、より面白い発見がね、繋がるかもしれないですね。はい、まあ、でもね、まあ、ミホーク自身まだまだ謎だらけですし、クロスギルドに今入っていますけども、まあ、不本意ながらワンピース争奪戦に参加しているので、まあ、今後ね、やっぱね、何か大きな謎が分かることもあるんじゃないんでしょうかという感じなんですよね。で、続きましての最上大技者は、なぎなた村雲斬りです。2年前までの4校であり、ロジャーのライバルでもあった白ひげのなぎになった。身長666センチもある白ひげを超える超巨大な大きさを誇るわけなんですよね。で、現在は、新世界にある白ひげの故郷スフィンクスに埋葬された白ひげの遺体とともに、その墓標に村雲斬りが突き立てられているんですよね。まあ、白ひげのね、まあ、強さっていうのは、グラグラの能力の強さっていうのもあったんですけども、まあ、やっぱりですね、まあ、このなぎなた村雲斬りの強さというのもすごい印象的ですよね。村雲斬りをこうやってね、まあ、今墓標にしてると言いますか、まあ、ちょっと和の国みたいな弔いの仕方ですけども、まあ、そういった感じでそこに信念の象徴である白ひげの海賊旗がかかっているという意味でも、まあ、すごいね、まあ、象徴的な武器やったなってことは思いますね。で、そんなね、まあ、白ひげのライバルでもある海賊王であるロジャー、ロジャーの刀の愛刀エースですね。息子の名前をね、まさか刀から取ってるっていうね、まあ、結構破天荒の男なわけなんですけども、こちらはですね、なんとビブルカードで名前が判明したんですよね。ロジャー処刑後の愛刀エースがどこに行ったかってのは実はまだ分かっておりません。まあ、なんで1121話で登場したあの鍵の人物がエースを持っていたとしても、まあ、ギリありえるんですよね。で、まあ、107巻の SBS で擬人化が判明しておりまして、まあ、それがこういう感じなんですよね。まあ、もしかしたらヤバそうなおじさんがエースを撃ったのかもしれません。で、続きまし
して、仕込み杖ヤクザ河川ということなんですけども、これはですね108巻の SBS でね名前と位列が分かりました。そうです、フジトラのグラビ島で、まあ、使用する刀なわけなんですけども、はい、まあ、こちらね和の国の刀鍛冶風月喜三郎が作ったと、まあ、されているんですよね。まあやっぱりねフジトラ和の国と何か関係あるのかなというところもねちょっと感じてきますよね。あんまりねワンピースの作中光月家とかがね結構出てきましたし、下月家もそこそこ出てきましたけど、まあ、結局この風月家っていうのはあんまり分かんなかったんで、まあ、もしかしたら、まあ、フジトラの見たくねえものになんか関係しているのかもしれないですね。で続いて初代鬼徹、はい、こちらはですね見た目は判明していないんですが、ローグタウンでの多士義の解説で初代鬼徹が最上大技者であることが判明しております。でまあ判明してないとは言っても、那須次郎星が持っている刀、まあ、こちらがですね三代鬼徹の特徴的な柄と妻のデザインがそっくりなことから初代鬼徹なんじゃないのかとずっと噂されてたんですよね。でまあ二代鬼徹が出てきた時もやっぱり似てるなーってなったわけなんですよ。そしていよいよエッグヘッド編で、まあ、那須次郎と、まあ、ゾロがね、まあ、対峙したわけなんですけども、そこでゾロが鬼徹と言っていたんで、これはやっぱり初代鬼徹なんじゃないのかなっていうことは、まあ、思いますね。ここまでが最上大技者です。でもあと7本もあるんで、まあ、もしかしたらねまだまだ強い剣士が出てくるのかもしれませんし、まあ、意外と火剣のビスタが持ってるのが最上大技者なんじゃねえのかみたいなこともねあり得るんでね、まあ、この辺はちょっと楽しみにしておきたいですね。で続いて大技者、はい、大技者は21個あるわけなんですけども、まあ、現在作中に出てきて明かされたのは5本です。で、まあ、その大技者のうちの1本、これがね、まあ、ゾロがずっと使っている和道一文字なんですよね。はい、和道一文字もエンマと同じく下月光三郎が作った大技者、ミホークとゾロが戦った際に唯一折れなかった刀でもあります。で元々はクイナの刀で現在はゾロの元にあり、刃文はスグハ、作りは白塗り鞘立ちこしらえという人生でここでしか使わん単語なんですよね。これはい、これワンピースマニアの人はみんな言えるんですけど、あの僕はあのカンペ見ないと言えません、書けません。はい、こしらえって文字人生でマジでここでしか見えひんねんな、この日本語。はい、まあ、日本刀とかでは使われてるのかもしれないですけどね。買おうとすれば1000万ベリーはくだらないものなんですけども、ゾロは頼む先生くれっつってもらいました。まあクイナの形見ということでね大事に使っておりますね。でね、まあ先ほどもこの夜の説明の時に言いましたけども、まあ、これを打った下月光三郎の顔と小田先生が描いた擬人化した和道一文字の顔が特徴的な眉毛をはじめ、髪型、目元、鼻、唇のパーツがかなりこういう風に似ているんですよね。まあ、なんでもしかしたら刀は作者の魂がそのまま宿るということもあるのかなってことは思いましたね。でね、まあ、和道一文字、まあ、真っ白なすごい綺麗な刀なんですけども、もしこれが黒刀になった時にもしかしたら最上大技ものとなってどうなるんですかね。和道十文字とかになるんですかね。ちょっと違うかな。続いてシュース、こちらはね結構モリアが和の国から盗み出してリュウマが使っていた、大技物なわけなんですけども、まあ、しばらくねゾンビになったリュウマからゾロが託されて使っていたわけなんですよね。で、まあ、多くの技物が判明した現在でも、夜と二振りしか確認されていない黒刀になっている一本でもあります。はい、まあ、刀人とも呼ばれるぐらいのねやつが使っていたことなんで、まあ、これが盗まれたせいで格差とは敗北されたと言われるほど、まあ、和の国にとっては重要な国宝になっております。リュウマはね、まあ、ある程度ゾロの実力を認めてシュース用も渡したんでしょうけど、まあ、もしかしたらまあ、ゾロの中からこの下月の波動みたいなのを感じて、まあ、下月家の人間が使うんやったらいいんかと思って託したのかもしれないし、まあ、なんなら悪魔の身にも意志が宿るっていうのはワンピースになりますけど、まあ、やっぱワンピースの世界刀にも意志が宿ってるかもしれないじゃないですか。そしたら、まあ、刀が和の国に帰りたいがためにゾロについていったのかもなみたいなことも思いますね。この辺はちょっとねいろんな解釈ができると思うんでね、まあ、ちょっといろいろこの後もね考えていきたいところではありますね。続いてねエンマ、こちらは刀鍛冶下月光三郎が作った大技物です。おでんがもともと使っていて、まあ、現在はゾロの手に渡りました。で地獄の底まで切り伏せると、まあ、名高い刀です。で作った下月光三郎も人生最高の一振りだったと絶賛するほどの名刀で、まあ、ここだけ読むと和道一文字よりもクオリティが高いとも取れるわけなんですよね。まあ、ただ注意点があって使用者の覇気を勝手に放出というかなり厄介な妖刀でもあるんですよね。で続きまして、雨の幅切り、こちらはですね、まあ、天狗山秀次が作った最高傑作で、元はおでんが持ち主やったわけなんですけど、おでんの息子である光月桃之助に受け継がれましたと。まあ、エンマもね、あの日和に渡してたんですけどね、日和が抜いとったらどうするつもりやってんなと思うことはちょっと思いますけどね。まあ、でね、まあ、雨の幅切りは天をも切り落とすと称されているんですけども、まだ桃之助がねしっかりと使ったみたいな描写はないんですよね。だから今後、まあ、和の国がまたピックアップされて桃之助が出てくるときには雨の幅切りを使うときも出てくるんじゃないのかなってことは思いますね。で続いてね、二代鬼徹、はい、こちらはね天狗山一つの祖先である虎徹が作った刀で、異列は和道一文字やエンマ
末ならば大技物になっております。で、鬼徹シリーズは妖刀と言われており、使ったものは全員悲運な死を遂げるという逸話が残っていると。で、このように鬼徹を使っている剣士は2年前の段階ではゾロイがいないとされておりました。まあ馬自身もね、なんか半分骸骨やし死んでるみたいなもんなんでね、まあ生きて使ってるのはまだゾロしか以来かもしれません。で、まあ、ルフィは2代鬼徹を使用したんですけど、まあ実際に人を切りつけたりはしてないですし、3代鬼徹を使ったアブサロムは悲運な死を遂げてしまったんでね、まあ、もしかしたら、まあ、この使ったゾロとかルフィっていうのは、まあ、やばいかもねみたいなことは言われておりますね。ここまでがね、大技物です。はい、じゃあ続いてね、まあ、両技物行こうと思うんですけども、これね50個あるって言われてるんですけど、実は作中に全然出てきてません。出てきてるのはたった2振りです。それからですね、湯走り、これもね、作りは黒漆立ちこしらえ、歯は乱れば小長寿というね、ナレキン の、 あのトップ層しか覚えれないスタバの注文かなっていうぐらい難しい言葉が書かれてるんですけども、こちらローグタウンの武器屋アームショップのね、店主一本松から譲り受けた刀やったわけなんですよね。まあ、でも、結構ゾロの男気にね惚れて湯走りを託すというところがあったんですよね。まあ、ただ NS ロビルの戦いの終盤、サビサビの目のノールちゃんの執に受け止められ、湯走りの闘神は錆びて朽ちてしまうというところで、まあ、現在はスリラーバークの墓地にルンバー海賊団の墓とともに供養されております。サビサビの身で、まあ、闘神がなくなったんですけど、僕ワンチャンこの時ちょっと思ったことがあるんですよ。朽木白夜って知ってます？千本桜できるようになるんちゃうかなっていう湯橋に、そういう感じにはならなかったですね。で、続いてね、歌集。こちらですね、タシギが持っていた刀なんですけども、タシギの刀というよりはバロックワークスのミスターイレブンを捕獲し没収した刀なんですよね。まあミスターイレブン、身の丈に合っていない刀を持っていたんでしょうね。はい、でも両方ものの50個のうちの1個がやっぱ手に入るあたりがクロコダイルの政治力を感じるなっていう感じはね、ちょっとありますよね。他にもね、まあ、両技物 もしかしたら今後も出てくるかもしれないんですけど、まあ、個人的にはなんか多分終盤になってビブルカードで実はこれも両技物やったですみたいなパターンがすげえあるんじゃないのかなって思っております。で、続いてはですね、技物です。技物は本数は分かりませんけど、作中で2本出ております。はい、2振りあるわけなんですけども、まあ、1振り目は3代鬼徹、ゾロがローグタウンで手に入れた技物、作者は天狗山鬼徹、妖刀と言われており、腰にした剣士は悲運の死を遂げると言われているんですけど、ゾロは今のところ使っているし、まあ、そもそも腕でもね、そもそも切り落とされなかったってね、クソかっこよかったじゃないですか。で、現在ゾロの刀の中では1本だけ威烈が低い刀になっているんですよね。で、まあ落ちた3代鬼徹を救おうとするゾロにキングは刀に足を引っ張られていると言っていたんですけども、刀は交代せずに今のところ進んでおりますと。まあ、ただですね、まあ、そう言われている以上、まあ、やっぱりどこかでこの三大鬼徹も手放すタイミングが来るんじゃないのかなっていうのは、ね、ちょっと思っちゃいますね。続いてね、しぐれ。はい、これはタシギの哀悼ですね。頂上戦争から2年経ち、海軍本部直下 G5 支部に在籍し、階級が大佐になった現在も、まあ、愛用していると。だからむしろ最初から持っとったのは結構運がいいですね。だから育ちがいいんですかね。親に買ってもらったみたいな。はい、で、続いてね、威烈なしの方なんですけども、まず帰国ですね。まあ俺技物ぐらいはあるんちゃうんかっていう感じもするんですけど、まあ、ローが武器として愛用するこの帰国は威烈なしで、妖刀とも言われているんですよね。まあ、むしろ妖刀だからこそなかなか威烈が上がりにくいとかもあるんですかね、ちょっとわかんないですけど。で、まあオペオペの実と併用して使うことで4個ビッグマムに致命傷を与えるほど威力を発揮しましたし、黒ひげにもダメージを与えておりました。で、ちなみに擬人化するとこういう感じで、まあ、ちょっとね、日本のね、あの漢字からは程遠い感じなんですけどね、あの帰国と帰国を掛け合わせるね、刀になっておりましたね。はい、だからもしかしたらこの刀を打ったのはふざけたやつだったのかもしれないですね。続いてね、スケ三角さん。はい、こちらは金右衛門の2本ある哀悼なんですよね。で、金右衛門の使う狐尾竜は炎をまとって炎を焼き切るのが特徴なんで、まあ、どういった原理かは分かりませんが、刀自体から炎を出すことが可能ですね。まあ、だから金右衛門も、まあ、年取ったら、まあ、スケ三角さんと一緒にこの炎が目に入らぬかみたいなことをやってるかもしれないですね。はい、で、続いてですね、辻芝居ですね。はい、みんな大好き勘十郎の哀悼です。まあ、刀というかなんか剣と筆が合体したものなんですけども、まあ、剣の先についたこの筆から筆の実の能力を使い、さまざまなものを生み出しておりました。はい、じゃ続きましてね、威烈不明です。グリフォン、絶対最上技もないと思うねんな。赤髪のシャンクスが愛用するサーベルで、ザ・海賊っぽいデザインの刀ですよね。で、現在残った右腕でこれをまあ愛用して戦っているわけなんですけども、本来利き腕は左であり、両腕が揃っていた頃はまあミホークとも渡り合っていたと。どんだけ強いねシャンクス。で、フィルムレッドでは刀身がなぜか燃えていたっていうこともありましたし、まあ、さらに VS キット戦のカムサレでは絶大な破壊力も示していて、まあ、グリフォンのようにもなっていたんで、まあ、もしかしたら悪魔の実食べてるんかもなってことも言われ
われておりますね。で、擬人化した時は、まあ、こういう感じのね、魔女のおばちゃんみたいな感じになっておりましたね。まあ、続きましてはですね、ナポレオンですね。まあ、これは皇帝なんですよ。はい、どういうことかと、ビッグマムの帽子やったんですよね。はい、で、まあ、剣刀のホーミーズってわけなんですけども、まあ、ビッグマムの石で、まあ、刀モード、帽子モードになれるって感じなんですよね。で、まあ、ソウルが自由に移動させることができまして、刀に移った時はコニャックと呼ばれてるんですよね。まさしく皇帝剣なんですよ。で、まあ、異国、母の日、母バーなど、ビッグマムの大技は刀を主流としたものが多いので、まあ、それに頼る、刀ということで、まあ、すごいですね。まあ、でも、これは、まあ、入れつないのすごい納得ですけどね。はい、なんか、刀なのかっていう感じはちょっとしますけどね。続いてね、ソウルソリッド。はい、ブルックが使っている仕込み刀ですね。はい。まあ、新世界では、テナガ族に研ぎ澄ましてもらい、読み胸能力を併用して、まあ、凍える剣となっております。傷つけた相手を氷結させれるんですよね。これ、サニー号の冷凍役としてすごい有用な刀なんじゃないのかってことも思ってるんですけど、どうなんですかね。やっぱ黄泉の霊気とかで野菜凍らせたら腐っちゃうんですかね。ちょっと気になってますね。で、ちなみに刀の擬人化はこちらです。結構ソウルな感じですね。で、続いてね、フランケン。はい、これはフランキー将軍が背負っている装備の一つで、略奪者の剣と言われていますと。で、フランキー当人曰く、やっぱり剣はそこまで得意ではないっていうことなんで、まあ、地面すれすれで持ちながら将軍が回転して、イージェネバー足元デンジャロースとかをやったりとか、まあ、勝利の V フラストとかやったりもしているわけなんですよね。まあ、ただですね、佐々木戦でですね、折られてしまったんですよね。まあ、ただ、やっぱワノ国にいたんで、まあ、刀新しく売ってもらって、スーパーフランケンシュタインみたいな刀ができているかもしれないです。ですね、続いてパニッシャー。キラーの持つ武器で音速回転することによりカイドウの体内にまで届く衝撃波を生み出しておりました。で、このパニッシャー直訳すると、まあ、処罰を下すものということなんで、まあ、殺戮武人と呼ばれるキラーにはすごいふさわしい名前とはなっておりますね。まあ、カマーソニックという技やってましたけどね、まあ、あれはすごい強かったっすね。で、続いてライユ。これはね、僕ね、まあ、大技ものとかの可能性は全然あると思うんですよね。黒ひげ海賊団2番線船長、雨の支流の刀なんですよね。まあ、雨のって言ってるぐらいで、まあ、雷雨で雨も入ってますし、まあ、タシギのしぐれも雨が入ってる刀なんで、まあ、もしかしたら同じ人が撃ったのかもなってこともちょっと思いますね。蜂の巣での戦闘では透明になった状態で媚びを狙い、かばったガープに致命傷を負わせることができましたと。で、続いてね、キングの剣なんですよね。で、キングが使う刀はキングのルナイア族の特徴で炎をまとわせることができ、おそらくクイーン製のソードブレーカーが仕込まれており、刀がくぼみを相手の刀を奪い取ることもできるということで、もはや刀というかなんかびっくりおもちゃ刀みたいになってるんですよね。はい。でね、まあ、せめて剣で死なせろとゾロが言うほどにはキングの剣術は相当なものということもあるんですけども、まあ、キングは別に剣にこだわっているわけではなく、まあ、俺も刀が好きだみたいなことは言うていたんですけども、まあ、結構何でもありのびっくり刀を使ってるっていう感じですね。もしかしたらね、この辺は詳しいエピソードがあるのかもしれません。またキングはね、まあ、出てきますからね。で、続いてね、この世に二つとない名刀プレッツェルなわけなんですけど、僕思うんですけど、どの刀も二つないと思うんですよね。まあ、これはビッグマム海賊団三将星シャーロットクラッカーの名刀なわけなんですけど、まあ、世界に二本とない名剣なわけなんですけども、ビスビスの目でなぜか大量に剣まで複製できちゃうっていう、あれさあ、和道一文字とかをさ複製してさ、1000万やったら定価やからさ、メルカリとかでさ、和道一文字セール品500万とかで売ってさ、詐欺したらめちゃめちゃ儲かると思うねんな。どうすか。よくないですよ、そういうことやんの。はい。まあ、ギアホースのね、覇気をまとったルフィに、まあ、斬撃が効いていたんで、まあ、剣士としての腕合いは、ちょっと良かったんかなと。続いてね、火剣。白ひげ海賊団の中で屈指の腕を持つ凄腕の二刀流剣士ビスタなんですけども、この火剣のビスタと言われてるんですけど、まあ、刀の名前なのかどうなのかはよくわかっておりません。ただ、アニメ版では、火剣の名にふさわしく、花吹雪のように飛ぶ斬撃を披露しておりました。続いてね、王刀と木枯らし。まあ、こちらはまた二本なんですけども、金獅子の四季の哀悼ですね。インペルダウンが逃げ出した時に四季は足を切り落として、この刀を、まあ、足代わりにしているっていうことなんですけど、絶対義足にして刀使った方が強くねっていうのは当時から俺は思ってました。で、外無双、
つばがないことが特徴の川松の愛刀で、川松は外無双を使ってカッパ流という技を使うんですけど、まあ多分これブリーチやったら相当癖が強い刀やと紹介されそうな感じの空気がずっとあるなと思っております。続いて、カラクリ螺旋刀、はい、佐々木が使う刀はクイーンが改造して、まあ、刃がドリルのように回転する刀なんですよね。でこのカラクリ螺旋刀を使った佐々木のヘリキラトプスはかなり強力で、フランキー将軍のフランキョのほどの破壊力もありました。まあこの辺入れつないやろね。でまあフーズ風の刀、はい、2021年に登場した刀の中で一番鞘と本体が合っていないっていう感じなんですよね。まあ、というのも初登場時から、まあ、この長いこの刀身っぽいね、まあ、刀を持っているフーズ風なわけなんですけども、まあ、抜いてみればナイフサイズと、なんであんなに鞘が長かったのかは結局謎は解けないままやったんですよね。もしかしてなんかこのナイフケースみたいなのなくして誰かに鞘もらったんですかね。これだけはちょっと気になってます。はい、カラクリ刀、ホールデムが持つカラクリ刀はそれを使う間もなくルフィにやられていましたが、アニメやビブルカードの情報によると蛇腹式の伸びる刀なんですよね。でまあここに亀次郎の炎をまとわせるクオリティがホールデムの得意技ということがありました。でまあ続いてシラウオ、はい、ビッグマム海賊団三女のシャーロットアマンダが持つ唾が魚のような形、つかが鱗のような特徴がある刀で、名刀とアマンダ呼んでおりました。ビッグマム海賊団名刀って言いがちですよね。続いてデュランダル、これもね僕ね入れつつあると思うんですよね。はい、キャベンディッシュの、まあ、剣なんですけど、まあ、ちゃんとしてそうやし、キャベンディッシュってブランドもんとか好きそうじゃないですか。まあ、だから入れつつありの刀使ってると思うんですよね。で実際西洋風の剣で、まあ、世界屈指の名刀と言われているんで、まあ、何かしら入れつつはあるんじゃないのかなと思っております。続いてなぎり刀、多分これねコーナンとかで買えます。ヨサクとジョニーが使う幅広の剣で、ゾロがハッチャン相手に戦う際に2人から借りてました。続いて切り鉢、使うシーンで有名な切り鉢なんですけど、マーロンが使う残りギギリ状の刃で、まあ、杭のように壁に打ち込んで壁を登るという魚人の腕力との掛け合わせで超人的行為を可能にしていたわけなんですけど、まあ、潰されてしまいましたね。続いてテリーソード、はい、こちらもですね巨人のドリーの持っている巨大な西洋剣やったんですけど、破局の末折れてしまいました。またあいつら新しく新調してるかもしれないですね。続いてビッグナイフ、はい、サーキースが使う大きいナイフです。まあ、多分ギリコーランで買えそうっすね。はい、クリケットに襲った際にマシラを攻撃し、ドフラミンゴに操られた際には船長であるベラミに歯を向けてました。続いて造剣ファンクフリード、エスパンダムが持つ象の実を食べた剣で、まあ、ほとんど象に変身するくらいしか使っていないため剣の切れ味は不明ですし、まあ、スパンダムは剣の腕も大したことなさそうなんで、まあ、なんとも言えないですね。続いてククリ刀、ヘルメッポが使用する刀身が湾曲した刃尾の刀で、回転させながら連続攻撃を繰り出すことで絶大なダメージを与えることができるわけなんですけど、なんでガープの下についてこいつはククリ刀を選んだんやろなってことはずっと思ってます。コビみたいに拳で戦え。はい、でもなんかあったんでしょうね。まあその辺のエピソードが書かれるかどうかは分かんないんですけど、なんかやっぱ小野寺のモーガンの息子やなっていう、ちょっと武器使ってみたかったんかなっていう感じはしますよね。はい、続いてサメ切り包丁、はい、バスティー宇宙城が使う巨大な包丁のような刀なんですけど、これもギリコーナンで買えますね。てかこれ予作とジョニーのやつのさ、ちょっといいやつぐらいの感覚やと思うねんな、正直。はい、で続いてね、なぎなた血水、はい、これはねインペルダウンで現在所長のハンニャバルのなぎなたなわけなんですけど、まあ、なんかこれもファイヤーカーニバルみたいなやってましたね。で続いてバンブー、はい、ティーボーンが使うまっすぐな刀、ウミネシアの戦いでゾロと交戦し破壊されておりました。で続いてコンピラ、モモウサギことギオン中将の刀なんですけども、まあ、もしかしたらこれもね異列あるかもしれないですね。で続いて鬼ヶ島の巨大な刀、はい、これ何なんやったんでしょうね。なんかいつか回収されるんですかね。続いてビームサーベル、はい、これ失敗してます。はい、虫が寄ってくるんですよね。でも切れ味問題ないんでね、あの虫がね大丈夫やったら使った方がいいと思うし、アブラメ一族とかやったらデメリットなしでビームサーベル使えるんでね、まあ、すごいいいと思いますね。そしてエスホークの刀、はい、ミホークの夜を模すとした感じですけど、まあ、黒刀までは再現できてない感じでしたね。で、まあ、ガーリング製の刀、はい、なんかね、洗濯物干す棒みたいなのついてますけど、そういう感じの刀でね、まあ、結構昔から使い続けてるっていうのは、まあ、ゴッドバルの時から使ってるんでね、まあ、で、まあ、金持ってるんでね、まあ、多分最上大技物かなっていう感じはしますね。であとはね、まあ、刀以外の武器としてはね、まあ、八歳怪とかヤマトのコンボのタケルとか、肩栗の三叉の槍の、まあ、モグラとかがあるんですけども、まあ、そういったものも含めてね、ワンピースの世界っていうのはやっぱいろんな武器があるなとは思いましたね。
ちなみにね、僕の推しの刀はね、どれやろね。やっぱ夜はね、なんだかんだね、好きなんですよね。まあ、あれ嫌いな人いないと思うんですけど、まあ、夜はすごい好きですね。で、今回、やっぱ改めて、まあ、見て思ったのは、まあ、キングの刀っすかね。まあね、まあ、海賊の世界に卑怯という言葉はないという話はありますけども、あれ、命を刈り取る形してるんかもしれないですね。まあ、そんな感じですかね。はい、まあ、というわけでですね、今日の回、刀まとめやったんですけどね、まあ、久々にね、こういうまとめもやりましたけどね、またね、ワンピースね、まあ、結構ね、最終章ね、いろんな情報量が多いんでね、わかりやすくね、僕たちもね、このまとめでね、まあ、なんか情報とかお伝えできたらいいなっていうことはね、思います。はい、まあ、なんでね、今日の回が面白かったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、See you!